今回僕がメインで使用したリールなんですけれども、レオブリッツの 500JP、ね、まずこのジョグ、右でも左でも両方でジョグコントロールができる、これがまず一つと、こちらのポールブレーキダイヤルで締めてもらうことによってスピード調節できます。中層のイカの触りとかそういう時にかなり役立つアイテムになっております。はい、あと液晶がですね、偏光サングラスをしていてもすごく見やすいんですよ。こんな感じなんですけどね、こんな晴れてる時でも快適にねサングラスかけても見える、このドット液晶ですよね。 ATD のドライブシステム、それが搭載されてるんで、ちょっとした大物だったらもう取れてしまう、まあ、近海だとこういった500番サイズでいろんなターゲットを楽しむことができます。来たかな、重量感がある、かなり飲み込ませたと思うから、外れはしないと思うんだけど、ありがとうございました。